おそらく季節の変わり目となる一日の始まりです。昨日の興奮を残したままさまよっています。だんだんとその場所に近づいてきました。この場所から中を見ることができます。神社独自の朱色が日本らしい雰囲気を醸し出しています。そういえば灯籠が多いような気がします。春日大社は灯籠の多い場所としても有名です。奈良にはよく来ていましたが、春日大社は今回が初めてです。特別参拝をすることにしました。奈良時代に創建された歴史のある神社です。本当に灯籠が多いです。しかしあちこち灯籠だらけです。藤波の矢という場所があります。万灯籠という夜に灯籠に火を灯す神事があります。普段でもその神事を感じる場所です。一度は来るべき場所でした。徳川家康が奉納したとされる石灯籠がありました。境内でも鹿がさまよっていました。久しぶりの奈良観光が始まります。
どんな一日になるのやら。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録をお願いします。